鉄道珍スポット。このシリーズでは鉄道に関する面白スポットやちょっと変わったスポットを紹介していくこの企画。第5弾はこちら、元気ながら廃墟のような駅。元気ながら廃墟とは果たして一体どういうことなのか。ということでやってきたのは京成線の東成田駅。ホームに降り立つと確かに人気がなく、薄暗いこのホームは不気味な雰囲気ではあるが、これだけではさすがに廃墟とは言えないはず。果たして一体どこが廃墟なのか。しかしこの駅、普段情報用に使用されているのは1、2番ホームのみのはずだが、隣を見るとさらに薄暗い不気味なホームが存在しているではないか。このホーム、公式サイトの駅構内案内図にも載っておらず、今は乗降用として使用されていないようだが、なんと広告や案内板などがそのまま残されているではないか。果たして一体何のために存在しているホームなのだろうか。さらに調査を進めていくと、中に何か隠されていそうな不自然に設置された怪しげな壁や、使われなくなった窓口が姿を現し、コンコースはかなり広いが、照明も消えて薄暗いためかなり怪しい雰囲気を出している。駅の外へと通ずるエスカレーターは、ホコリがかぶりもう何年も使用されていない状態で放置されているではないか。そして壁には、曲水の宴と書かれた怪しげで大きなレリーフまでもが、しかし先ほどの壁の中にはさらに広い空間がありそうだが、外から見ても確かに売店の跡と思わしきものやレストランのような看板があり、中の様子がますます気になってくるではないか。果たしてこの壁の中は一体どうなっているのか。恐る恐る中の様子を覗いてみると、そこには何とも不気味な光景が。なんと壁の中には荒れ果てながらもかなりの広いスペースが存在し、椅子やテーブルなどがそのまま残されたレストランや、初代 AE 型のイラストを描かれた改札口までもが存在するではないか。確かに現役の駅ながらも時間が止まった廃墟のような空間が存在していることは確かなようだ。ますます謎が深まるこの駅。しかしよく見るとこの駅が以前どんな役目を果たしていたかがわかるヒントが実はあちこちに点在しているのである。まずは先ほどの数年来動いていないと思われるエスカレーターだが、登った先にはこの場所が以前とても混雑していたことが読み取れる注意書きが。そして冒頭でも紹介したすでに使われなくなったホームには、成田空港駅の駅名表、そしてスカイライナーの乗車位置が、改札前にあるあの大きなレリーフの横に記された解説文には、1980年当時ここが成田空港駅だったことが読み取れる表記が。そう、実はこの駅1978年に成田空港駅として開業したが、1991年に成田空港のターミナルにより近い場所に新しく現在の成田空港駅が開業したことから、この駅は現在の東成田駅に改称され、その後も成田空港駅時代の雰囲気を各所に残したまま現在に至るのだという。今は使われていないホームは以前はスカイライナーの発着用に使用され、不自然に作られた壁の中に広がる広大なスペースはそこにつながる専用改札口だったものである。成田空港駅としての役目を終えた現在は広いスペースを有する必要がなくなったことから、不必要なスペースや立ち入り禁止場所に壁が作られ、その中には当時のものがそのまま残され現在に至っているのである。しかしこの駅、成田空港への最寄り駅としての役目を完全に終えているのかと思いきや、今も成田空港第2ビルへとつながる通路が存在しているという。その正体がこちら、全長500メートルあるというこの通路、どこまで行っても同じ景色が続き終わりが見えないこの感じ、なんだか日本一のモグラ駅ドアイ駅と似通った雰囲気があるではないか。そんな千葉県版ドアイ駅、人気もなく静かな中をひたすら歩き続けると、ついにそこには空港第2ビルの文字が。
この通路、確かに成田空港の中へとつながっていた。そこには今までいた空間とは対照的な、とっても明るく賑わいのある空間に出ることができる。まさしく時代をまたぐタイムトンネルのような通路が存在していたのだ。ということで、現役ながら廃墟のような駅を、京成電鉄の歴史の1ページをリアルに残す。その存在はとっても貴重なものでした。ということで今回の鉄道珍スポットはこれにて終了。また次回の配信をお楽しみに。それではまた。